フレデリクトンはカナダ海軍のフリゲート。カナダ商海フリゲート計画により建造されたハリファックス級フリゲートの8番艦で1994年に収益した。カナダ海軍の大西洋海上軍に配備されており、ハリファックス基地を母港とする。カナダ海軍の同盟の艦艇としては第二次世界大戦中に収益した。 フラーー級コルベットのフレデリクトンに続いて2席目である。ニューブランズウィック州セントジョンのセントジョン造船所で1992年4月25日に寄港され、1993年6月26日に浸水、その後、1994年9月10日に収益した。なお、6番艦のカルガリーより約10ヶ月遅く寄港され、約8ヶ月早く収益した。 2009年5月6日、全部機関室で火災が発生した。火は、数分以内に制圧されたが、運用に戻る前に、ハリファックス基地で修理及び点検が行われた。2009年10月25日、アルテミス作戦に参加するためハリファックスを出港、アデン湾、アラビア海北部、オマーン湾に展開された。11月に第一常設ナト海洋グループに、加わり、 2010年2月まで、アデン湾とソマリア沿岸における海賊対策パトロールを実施した。乗員の休養と船体のメンテナンスを行った後、第150合同任務部隊に加わり、アデン湾とオマーン湾で反テロ作戦のパトロールを実施するため、CH-124 シーキングを運用するヘリコプター分検隊を含む約250名の乗員を乗せて、 ハリファックスから出港した。その後、カナダ海軍の100周年記念日の2010年5月4日に帰国した。2010年11月18日、フロリダ沖で洋上補給を行った際に、ヘンリー・ j カイザー救急輸艦のカナワと接触、双方の船体に、ショーやオーソンが発生した。2011年10月6日、HCM ・フェレックス計画に基づいた。 中間寿命回収及び近代化を行うため、アービング造船のハリファック造船所へ引き渡された。2013年1月24日、回収を終えて、ハリファックス基地に戻り、試験を経て、2014年9月に運用状態となった。2014年12月30日、リアシュランス作戦の一環として、地中海に配備された。2015年3月、国会での演習のため、 第2常設 NATO 海洋グループに加わった。2015年4月、SNMG2 の一部として、イングランド沖で行われた、NATO 演習ジョイントウォーリアーに参加した。2015年6月、訓練のためバルト海に展開、スティーブン・ハーパー首相とジェイソン・ケニー国防相が艦を訪れたが、7回里の距離を保つ2隻のロシア艦の追尾を受けた。その後、7月12日に帰島した。 2015年11月、定期検査中に修理を必要とする船体の亀裂が発見された。修理の完了後、2016年1月5日に、ウィニペグと交代するため地中海に展開、SNMG2 の一員として、地中海でヨーロッパへ密入国する移民を阻止する任務に就いた。2016年4月、モントリオールと共に、 カナダ海軍の乗組員縮小計画のための試験艦となることが発表された。同月 SNMG2 の一部としてリアシュランス作戦のため国会に展開2016年7月5日にハリファックスに帰島した。ありがとうございます。